はい、どうもこんばんは、マキリです。ということで、マキリの、チャチャチャ！はい、ということで、本日はですね、皆さん、覚えていますでしょうか？あの、福岡の少年を。もつ鍋を紹介してくれたガチのファンの人が、来てます。こんにちは。すごい。そう、あの福岡の男の子、ファンの子ですね。あの子がなんと、韓国に来たということで、今から、チムジルバンに行きたいと思います。はい。一緒にね、チムジルバン行きたいということで、前にね、一回行ったことあるんですけど、プライベートで。まあなんか、あの時には多分動画出てたんかな？動画出てたか出てないかぐらいだったと思うんですけど、福岡の子がめちゃくちゃコメント欄で反応が良かったんですよ。いや、福岡の子、最高すぎる、みたいな。マジでいい動きしてたんですよ、おたかつん時。なんで、それのお礼も込み、あの動画を見た感想だったりとか、まあなんかいろいろとそういうのを話いろいろ聞けたらなっていうふうに思います。ということで、早速お迎えに行きたいと思います。カシャ！いた。この子だ。はい。あげますよー。どうぞ。おいしさーん。お久しぶりです。あ、めちゃくちゃうちのグッズ来てくれてる。めちゃくちゃ来てくれてる。ありがとうございます。ということで、福岡の子です。どうした。福岡のファンの子です。ということで、チムジルバン行きますか。行きましょう。チムジルバン行きましょう。あれ、今回は何しに韓国へ。今回はエミックスのおペミに行ってきました。エミックス。はい。あれ、さっきなんかインスタライブしてなかった。してましたよ。3日間今回あって。え、ファミが。はい。の自分つけていい。初日しか取れなくて。おうおうおう。初日だけ行ってきました。あ、そうか、今日まであったんだ。じゃあ、はい、そういうことね。いや、それこそ僕も今月ファミあるんで、はい、はあ、ちょっと JYP として JYP なんかないですか。まあ、僕もいろいろ経験はしてるんですけど、 やっぱり韓国、はい、客折りあるじゃないですか。客折りあるね。前回は、はい、その奇跡的にそのアリーナ3列目を取れたんですよ、自分で。おう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 。だから今回も取れるだろうと思って、おうおう、挑んだら、はい、もう2階席しか取れなくて。はいはい、となります。でも2階席の中でも2列目だったんですよね。おうおうおう。でもこの前客降りがなかったんですよ、その1年前のは。1年前ね。だからちょっと期待しなかったんですけど、アンコール始まったら、おう、よっぱっぱって。2階席から。2階席から。素晴らしい。しかも、これも、また似たところで、私今回、自分でチケッティングしたんですけど、2階席です。去年、もう、客降りあったじゃん。客降りあった、去年。けど、客降りの、ルートをね、俺覚えてないんだよね。ただ、俺、めっちゃ端の方なんよ。マジで一番端っこから来てくれたら、超ありがたいっていうのと、俺がね、下手側左側の方なのよ。モモリンが来てくれるかどうかなのよ、そこに。いや、でも、あれじゃないですか。え、交差します。あ、いや、でも。交差しないんだよ。2階席でも真ん中の方だったら交差すると思う。けど、マジの端なのよ。ってことは、マジで左側にモモリンが来てくれたら、もう目の前。モモリンってすぐできんの。もうできますね。すぐできんだよ。スケッチブック出せば、はい、見えはすんだよ。おそらくね、2階席でも。まあ、2階席からでも。わからんけど。わからんけどね。え、でも、去年と一緒の会場でしたよね、確か。一緒一緒一緒。会場は多分一緒だと思う、去年と。それならいけるかなーっていう予想ではあるんだけど、去年とかは代行にお願いしてたわけよ。なんだけど、ちょっと今年はちょっと、頑張ってみようと思ったの。全然無理。全然入れんし、入れたと思ったら全然席ないやんみたいな。今回エミックスであったんですけど、うん、8時からだったんですよね。うん、8時からです。もう私も8時からでした。10分前ぐらいからずっとこう待機してて、わ、はい、かります。何回も更新してみたいな。世界時計出してね。そうです。やりますよ、私も。なった瞬間パッて押したら、うん、100番目に入れたんですよ。お、すごいじゃん。これは勝ったと。うん、すぐにもう1階席を取ろうと思って。うん、もう何日でもいいから。うんうんうん。しかも空いてるんですよ、結構。おうおうおう。やっぱり100番目だから。そうだね。選び放題。で、もう決済まで行って、そのカードも登録したんですよ。ああ、登録ね。事前登録してますと。決済完了のとこを押してから、はい、ずっと動かなくなって。
あるあるです。バッて落ちて、やばいと急いで戻ったら、うん、2000何百番待ち。はいはいはい、あるあるです。もうそうなのよ。本当に。TWICE は昼と夜あんだよ。はい。昼と夜あって、俺、前日俺札幌なのよ。で、前日に帰ってくる、だったんだけど、もともと予定してたのが、もう20日当日に韓国に入ろうと思ってたのよ。ああ。で、その頭だったんだけど、実際は、昼の部でもよかったのよ。ああ、はい。だけど、俺夜の部しか無理だっていう、なんか勝手に頭になってて、はい。もう夜の部だけをこう狙ってたから。で、結局夜の部の方が、むずいのよ。ああ。取りづらいのよね。みんなやっぱ夜入りたいから、はい、生配信とかもあるし、だから昼は結構穴場っちゃ穴場だったんだけど、昼行けたはずなのに昼を全く見てなかった。ああ、やらかしです。それは悔しいですね。もう悔しい。それはもう本当に皆さん業者に頼んだ方が一番です。金かかるけどね、その分。最高ですよね。いやマジ自分でチケッティングでマジパーンって取れる人はいたら教えて。すごいです本当に。僕のも取ってください。お願いします。お願いします。お願いします。あれ MX は誰が好きだったんだっけ？ MX はヘオンです。ヘオンちゃん。はい、ヘオンちゃんってあのあれだっけ面白い、ね。あそうですよ。リーダー。リーダーの。だいぶ面白いなんか顔したりとか変顔したりとかなんかインスタライブかなんかの切り抜き流れてくる子。そうですそうです、あの子ね。 MX マジわかんないんだよね。 MX めちゃくちゃいいですよ。あの誰だっけ最初に、あ抜けた子、あジニーですか。ジニーちゃん、はい、ジニーちゃんが好きだった。いやあれはそうジニーちゃんが推しだったから、まあ、すいません勝手にもう本当に顔だけなんですけど、ねえ、いやあれは本当にもう衝撃でしたね。あれ結局なんでなの。いや分からないんですよね。あやっぱあれなんだ、なんかそういう憶測とかも何もないんだ、うん、あの抜け方って。でもその後別の会社に入ったじゃないですか、うん、会社入って一人で今ソロでやってるじゃん、はい、全然なんか動いてないけど。動いてないですけど。動いてないけど、はい、動いてないです。うちのチャンネルぐらい動かないんですよみんなね。いやでも TWICE はどうなんですか。 TWICE 今回の海は行けないんです。ああまあ大学生ですからね。行きたかった。さあ、まあ大変だよね。去年行ったんですよね。そっか、うんうんうん。去年はもう最上段だったんです。おーおー、一番上、一番上だったから。でもそれでも近いじゃないですか、うん、あそこ近いね。でも客降りん時は見えない。みんなも、 もう天井だとね。天井だと。まあそうだよね。客がもうみんな被る感じになるんですよ。そうだよね。そうなのよ、本当に。大変でございました。今回本当に行きたかったです。でもまあ、あれ行きましたもんね。日産。日産。日産は一緒行ったんですよ。はい。最終日ね。最終日に。はい。最高でしたね。いや、よかったね。ムビステだったんだよ。はい。俺ら。B の 1?B1 ですね。B1 のもう本当ムビステ。真横。最高みたいなとこなんですけど、めっちゃ綺麗に全部ケツ。ケツ言ってたよ。あの、ちょうど、ペカンチューでしたっけ。そう。もう未だに忘れない。てかもうね、俺は予想してたじゃん。はい。だいたい席見た瞬間に、ああ、これ、モモリン絶対反対向いてるって。ムビステで、こっちサイドとこっちサイドいんだよ。で、モモリンこっちサイドね。で、こっちサイドいます。で、こう来るときに、ちょうどなんかこっち見合いながらの、フォーメーションっていうか、お互いのムビステ見てるから、必然的に真ん中見てるわけよ。で、B1 ってことは、ちょうど、なんていうの、スタンド側っていうか。ムビステの端の。そう、端の方なの。はい。端の真下の方だから、こっち見てれば、モモリンの可能性はあったのよ。なんだけど、ダメでした。ダメでしたね、あれ。はい。全然ダメでした。見事なほどにダメでした。見事なほどにダメでしたね、あれ。はい、もう思わず叫んでたもんね。お尻って。周り爆笑でしたけどね。でも、もともとファンですから。ねえ。そうです。あの僕がインスタライブで、ご飯今から、食べたいんだけど、もつ鍋食べたいんだけど、もつ鍋って一人で食うもんじゃないよね。誰か一緒食べる人ってインスタライブでして、その中でも、男の子で、なおかつ成人してる子っていう条件のもと、一番最初に来てたっていうね。
プラスアルファで、あの、もつ鍋食べたいって言ってる中、もつ鍋屋でバイトしてたっていう。いや、本当そんなことあるっていうね。奇跡でしたよ。ね、バイトリーダー。さすがでございます。ぜひ食べに来てください。なんてとこだっけ？市高って。市高ね。はい。福岡の市高。めっちゃ美味しかった。ぜひぜひ皆さん。ぜひ来てくださいね。ということで、ジムギルバン、行きましょう。行きましょう。カシャーカシャあの、人が普通にいて、気まずい。なんか、ベラベラずっと喋ってると、日本人。やべえなってなるんで思います。ちょっと一旦させてみようかはい、ということで20分ぐらい入ってたんですけど、あの、やっと人が消えましたけど、それ以前にこのカメラが止まりそうです。81度とか今あるから、いやー、あっつ、私も久々チムジルバン来た。あ、そうですか。うん、いやでもなんか絶妙に寝れそう、この81度って暑いんだけどなんか寝れそうなんだよな。あとこのなんか音楽がそう、曲がさっきからめちゃくちゃいいのよ。ディズニー流れたりなんだりとかね。止まるんかいそこ止まるんかい。あれ携帯持ってみます、はい、ちょっとMX見せてください。いいですね、もちろん。すごいね、2階席マジ端から端まで行ってくれんだね。はい、いや本当にこう来ると思わなかったんで、最初このメインステージに焦点当ててたんですよ。うん、はいはいはい。そしてバッて明るくなって、うん、だったら急いでこうあーやばいよねいや、さすが2列目ですね、この距離感。まだ推しは来てない。推しは来てない。推し来たじゃん。もらえなかった。なんなら目も合わなかった。あの、この手がそっと入るのが、なんか、悲しい。なんか今、目の中がキュッてなった。俺も、あってなりました。大丈夫。俺も動画にしてないだけで、そんなんいっぱいあるから。はい、第2巡目来ましたよ。来ました。やばい、本当に誰も名前わかんない。これがそのギュジン、ギュジンちゃんと、でこれソリュンちゃん、あ、ソリュンちゃんわかる、ソリュンちゃんね、サータンのやつ出てたね、はい、さあ、そもそも手を出すのか、手はもう出せなかったですもん、もう出せない。これリリー、あ、リリーちゃんね、歌がめちゃくちゃ、あ、ちょっとあのハーフっぽい子だ、はい、ハーフっぽいっていうかもう外人さん、はい、そうですね、オーストラリア、あ、オーストラリア、はい、多いね、オーストラリア、ってかな、この花とかなんだ、これプレゼントできるの。そうです、プレゼントを結構もらってる人います。マジで？トワイスもそれやってほしいんだけど。やってほしいですよね。いや、絶対モモリンから花もらいたいんですよ。もらいますもん、絶対。え、いつも花あげてるばっかり、私。もらいますもん、これトワイス。近くの人が。しかも2列目。モモリン、ちょっとトワイス、ちょっとお願いします。違いがちょっとわからないですけど。トワイスやってほしい。でこれハートじゃなくて、ハイタッチだったらワンチャンあったんじゃないかなと思いました。確かにね。いや、いいね。めちゃくちゃ良かった。ちゃんとオタ活できてんじゃん。いらしい。素晴らしい。1年前、2年前ぐらいも。1年半前ぐらいに、それこそね、福岡で、その飯食った時とかに、韓国も行ったことないんだよね、その韓国その時なかった。行ったことなくて、オタ活したいです、みたいな話すると、うん。いや、韓国行った方が楽しいよっていう話をして、うん、まあ、それも動画ありますので、ぜひ見てください。その時の子ですから。で、来てって。で、うちの動画もね、出てくれて、オタ大陸も出て、いや、オタ大陸すごかったですから。いや、みんな、福岡の子、最高って。ももりん、こっち、トラクリン、こっちとか言ってくれたりとかさ、最高だわ、みたいな。言ってくれてましたから。忘れられないですね、どうなの？あの、オタ大陸出た気持ちはどうなの？いや、もう、正直、オタ大陸は、出たいと思いました。正直まさかのオタ大陸に出れるとはと思って。そっか、はい、しかもあれ出るまでも長かったしねすいませんね、編集ちょっと遅くて。全然うち本当にごめんなさい。2作も出させていただいて。あ、よかったよかった、
2作も出ていただいてありがとうございます。しかもちゃんと盛り上げてくれてますから、感謝感謝でございますよ。そりゃ初めてのあの時おたかつしたわけじゃん、はい、の感想はどんな感じなの。いざこうやって行くってなっても、うん、まあ普通に多分行ってたら出待ちだけとか、まあちょびっと会える、まあそれでも十分会えるじゃないですか。はいはい、そうね。でもこれ代行とかでミュージックバンクとかの音楽番組の旋盤奏に入れる。そうだね。あれ旋盤奏入ったんだっけ。旋盤奏はミュージックバンクと沼地が入りました、うん、素晴らしい。ちゃんと初回にしていいおたかつできてますから、俺の初めての都会の時なんてもっと全然分かんなかったから。おた大陸はいいコンテンツなのではないでしょうか。めちゃくちゃいいコンテンツだと思います。よかったよかった、素晴らしい。まああれ見て皆さんちょっと勉強して来るみたいな、まあなんかこう一つのきっかけにね皆さんがなれればなっていう。怖い。涼しい。はあ、ここがアイスバンですね。なんだかんだ3、40分ぐらい入ってましたね。ちゃんと。いや、本当はもっと入りたいんだけど、この後予定があるんで、はい。ということで、この動画を見て、皆さん、チンジリバン行きたいなって思うことはないと思うけど。ないと思う。もうこんな感じです、チンジリバンって。マジでおし、こういうの伝えるの下手だよね、私。めちゃくちゃ苦手ですよね。いや、マジで。みんな、チミジルバンなんて興味あるんだ。いや、でも、各国行くってなったら、行きたいと思いますよ。だいたいね、1500円ぐらいかな。てか、チミジルバンに泊まれるからね。まあ、金ないっていう人は、ほんと1500円ぐらいで、チミジルバン。その代わり、めちゃくちゃ雑魚寝だけど。雑魚寝です。こんな感じで、めちゃくちゃ雑魚寝だからね。まあ、それでもいいよっていう人がいれば。まあ、マジの弾丸渡韓ぐらいだったらめっちゃいいかもな。だからおたかつに、そうおたかつでも少しでも もうおたかつに専念したい人とかは、そうもうそういう人はもう全然なんかね。でもロッカーとかないね。まあなんかちっちゃい、だからリュックで来れるおたかつだったらいいと思います。キャリーは無理です、ね、キャリーは無理だね。ということでぜひぜひ皆さんもチンジルバ聞いてください。一ついいこと、タトゥーあっても入れます。これ最高。いや、タトゥーあって入れるの、タトゥーあって入る、日本じゃ少ないですもんね。そんなあっても全然入れます。最高でございます。ということで皆さんもぜひね、チミジルバンとか来てみてください。そして福岡くんありがとうございました。福岡くん、福岡福岡のファンの子ね、はい、はい、またぜひぜひおたかと一緒しましょう。しましょう、ぜひお願いします、はい、助けてください、はい、ということで皆さんも彼のようにたくさんたくさんおたかつしてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。